開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。サンタのところ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 7月8月とね建築作業を休んで、まあ、畑の方にね、重心を置いてたんですけど、あっという間にね、夏も終わり秋めいて冬前になんか形になったらいいなと思ってやってんですけど、もうあっという間に草に覆われてしまった建築現場。まずは草刈りから始めたいと思います。はい、刈払機でパラッとやってみましたが、ちょっと柱の周りはね手でやんないとダメかな。ちょっと片付けようかな。5月6月のね建築の作業で7月8月と休んでたら実はボーボーになってしまった建築現場です。この間ね草が多少臭かって、でもこうのり面的な下のところは全然枯れてないね。まあまあそれはさておき、こっちに柱ね立てて、こっちにも柱立て掘ったてのね溝掘ったんですけど、その溝に水が溜まってるというところですね。池になっております。さすがに柱立てる池に柱立てるのはね大変だっていうことで、この池の水をねどうにか抜きたいなと。ポンプで抜いてもいいかななんてチラッと考えたんだけど、また雨降ったらすぐ溜まっちゃうんで、もうちょっと水をこうして、こっち側に水を掘っていって、水を逃がしていこうかなと思ってます。後から埋めようと思うんだけどね、穴掘って埋めてもね元通りにはなかなかならないから、やりたくないんだけど、まあ、しょうがないなっていう現状で、どんどんね秋が深まって台風が近づいてくるし、いろいろ選べず苦肉の決断をしていかなきゃいけないっていうところです。ではやってきます。あ、ユンボね、持ってきたんでユンボでやります。これさ、ユンボで10分ぐらいの作業だけどさ、手でやるったらすげー労力だよね。ありがたいな、ユンボ。